エベリーナ・ハンスカは、ポーランドの貴族女性。フランスの小説家、オノレド・バルザックの妻として知られる。エベリーナは、ポーランドの名門貴族、ジェブスキ家の出身で、曽祖,祖父は、ヘトマンのバツワフ・ピオトル・ジェブスキである。また、エベリーナの兄ヘンリク・ジェブスキ伯爵は、著名な、ジャーナリスト、小説家であった。エベリーナは20歳以上年上のバツワフ・ハンスキ、伯爵と結婚し、 夫との間に一人娘、アンナを設け、田舎の地主貴族の妻としての生活を送っていた。バルザックとエベリーナは1833年に出会って、以来定期的に文通を交わしていた。1841年にハンスキ伯爵が死んだ後、1843年、バルザックは伯爵夫人エベリーナに会うためサンクトペテルブルクに赴いた。二人はドイツ、 ベルギー、イタリアなどへ何度か旅行をしている。1846年、エベリーナはバルザックの子供を死産している。1847年に二人はウクライナへ旅行し、バルザックは1848年にパリへ戻った。翌年にバルザックは再びエベリーナの待つウクライナを訪れ、1850年3月14日に二人は結婚した。バルザックは その後5ヶ月後の8月18日にパリで死んだ。ウィキメディアコモンズにはエベリーナ・ハンスカに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。